屋根があるのが、この丸1のところが大体水っていうことです。丸1はそうですね。この上の部分が水。水で、屋根は、このガクガクしたこの通路の上まで。まあ、要するに、かき割りみたいな感じの重ね方でなんかかけたらなと思ってるんですけど、こんな感じで展示するスタイルはあり得るかなとちょっと思うんですよね。まあ、交互にというか、はいはい、まあ、たまにこういうところで重なっていたりもして、はい、でこの展示の方法になると何でしょうかね、より漫画的というか、何ですかね、まあ動線と距離を、まあ、時間に見立てて追うごとに変化していくとか、まあ、時間の連続性みたいなもので、ダブって先が見通せる部分もあるみたいな、なんか別のテーマが出てくるような気もなんとなくするんですが、希望としては最低でも 5,6 枚は超えておきたいなとは思うんですよね。やっぱりインパクトの問題が、この展示にするにしても、どの程度この空間、その、水面と通路があってって、この空間を支配できるのか、まあ、どれぐらい、まあ、インパクトを持って支配できるのかっていうのを、ちょっと見てみたいなっていうのは